毎度、記憶ジロトです。はい。そう、結構前にメキシコ試合終わって撮ったやつで、はい、アウェイ、はいはいはい、について話した動画あるじゃないですか、はい、あれ撮った後に思い出したことがあって、あ、はい、もう一個、あ、そうだ、これ言っとったらよかったっていうことがあったので、まあ、今回その動画撮ろうかなと思うんですけど、はい、敵地かつコーチの場所、はいはいはい、で戦うにあたって、まあ、準備してた方がいいだったり感じたこととか、はい、まあ、対策とか、はい、それを経験したことによって分かったこととかあるんですよ。おー、それちょっと話していこうかな。はいはい、まず、まあね、今回僕はコーチトレーニングで約1ヶ月日本でやって、はい、12日前かなにメキシコ入りして調整して、まあ、約1ヶ月半コーチトレーニングというかやったんですけど、それでもきつかったんですよ。まずね、だからやって思ったのは、余裕があるんだったら1ヶ月半から2ヶ月鳴らすために、うん、コーチトレーニングとか現地でやるべき、余裕があれば。だから海外の選手もやっぱりメキシコシティとかコーチで試合、うん、そう、アメリカの選手とかね、フィリピンとかいろいろあるけどの選手がやっぱこのそういうメキシコシティとか、そういう、もう僕グアダラハラ1600ぐらいのとこでやる選手で、世界戦とかじゃなければ、うん、ああいう、なんだろう、ファイトウィークみたいなの入ってたかないんですよ。だからギリギリ計量のギリギリに現地入りしてクリアして翌日試合してすぐ帰るっていうパターンが結構あるらしいんですよ。はい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 。だから何やろ、世界戦じゃなかったら、まあ、ラウンド数も4とか6とか8とかじゃないですか、はい、長くても8、10とかじゃないですか、まあ、世界戦12なんで、だから多分これはね、この対策やれるのはそんなに長いラウンドじゃない、8ラウンドぐらいまでかなって思うんですけど、なんか他の海外の選手はコーチトレーニングっていうよりももう体が酸素薄いって気づく前に試合をやって帰るらしいんですよ。これがガチらしいです。逆に3日4日っているとその低酸素に気づくっていうか、酸素薄いみたいになるらしいですよ、人間の体。だからそう気づく前にすぐ現地入りしてすぐ試合してすぐ帰るっていう対策もあるらしいです。そんなことできる？あるらしいです。だからほんまあるらしいですよ。だから僕も3日目4日目ぐらいからきつくない、やっぱきついなって思ったんですよ。初日とかはじゃあそんなあんまり感じなかったですね。へえ、多分あるんですよ。はいはい。でまあ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 、もうそれもそうやし、あともう一個、呼吸を押す。あ、はいはい。あのね、日本の選手ってこう、うわ、口で呼吸してる、肩口で呼吸してる、バテたーみたいな、よく言ってる、あるじゃないですか、はい、外国の選手とか日本の選手とかでもって口で息してたらあいつもバテてるぞみたいな、疲れた、バテてるってあるじゃないですか、はい、あれ外国の選手とかでもまああるんですよ。あれ違うんですよ。メキシコの選手とか結構で口呼吸してる、あれってバテてるとかじゃなくて、あれがスタンダードなんですよ。ああ、それが普通。そう、それを言いたかったの忘れてて、はいはいはい、ね、アウェイでする、はい、あの動画撮った時に、終わった後にああこのこと言ってよかったって思ったのがここなんですけど、はい、っていうのも日本の選手とかって結構こう鼻呼吸でやりながらやるんですよ。で僕それがまあスタンダードなんで、それでやるじゃないですか、あっちで、はい、こう調整中とかやってたらめっちゃバテるんですよ。はあ、なんでこんなしんだよみたいなっていうのが多々あったんですよ、はい、で試合4日前ぐらいに気づいたんですよ。あ、俺これ鼻呼吸でやってるから苦しいなって。そもそも酸素の量が薄いわけですよ、コーチなんで、はい、で鼻でこうで取り込めてる酸素量って日本でいるよりもまず少ない中で鼻からなんで、はい、まず足りてないんですよ、はい、だから外国のあの現地の人間とかはで口呼吸してるんですよ、はいはい、で僕それ気づいて試合4日前ぐらいにその走ってる時とかあのジムワーク調整してる時とか口呼吸でやろうと思ってやったんですよ。結構楽やったんですよ、走ってる時とか、って言ったら楽やったんですよ。そんな違う、マジで肺に酸素がグワッて入って体全身巡る感覚があったんですよ、はいはいはい、全然バテへんわって言うわけじゃないけど、だからね、こう呼吸の仕方っすね。だから今後日本から、まあ、シティとか2200ぐらいのシティとか、まあ、グアダラハラ1560ぐらいかぐらいの高さ で試合がもし決まった選手、この動画見てくれてたら
やってほしい。この普段の感じでやってるのと、で口呼吸やった時のさ、マジで違う。でずっとで口呼吸でやったらボディボーンもらったら効いてまうから、ちょっと距離できてる時とかはっていう呼吸の仕方の練習は絶対するべき。呼吸の練習、呼吸ホース、はいはいはい、これがほんま大事です。波紋の呼吸ですよ、知ってます？あれ徐々です、徐々ですよ。鬼滅はあれでしょ、一の方のあの全力なんだあれ、分かんない、ありますね。あえ鬼滅じゃないです、徐々ですよ、波紋ですよ、波紋。はいはいはい。でも呼吸法マジで鼻からじゃ足りないんですよ。うーん、これマジ有力やと思う。僕はそのグアダハラ行って1560ぐらいのその高地で感じたことっていうのはそこです。呼吸の仕方が外国の選手って結構こうはーって口で肩でっていうかこう口で呼吸してる選手多いけど、あれはバテてるっていうよりも、まあバテてる選手もいると思うんですけど、あれがスタンダードなんです。あれが当たり前であっちではされてるんで、うん、呼吸の仕方っすね。だからコーチでやるってなった時はそれを実践してほしい。コーチってメキシコ以外どういうところがある？中国とかでもあるらしいですよ。あ、そう、まあ、ボクシングの試合する可能性あるとしたら、まあ、メキシコとかやっぱ多いですよね。それ以外はアメリカはそうでもないないです。あ、そう。別にダラスの時もね、テキサスのダラスの時でもそんなに多分何十メートルとかそんなレベルなんで、うん、もう全然関係ないですね。だからそうですね、海外行く選手は口呼吸がいいっす。まあ、そんなもんかな、はいはい、今回感じたことは。だから本当にこの動画見てその大根のボクシングファンとかはいろんなこう外国の選手、海外の選手とかもそうですけど見て、あの選手じゃああれバテてたかじゃなくてあれが普通なんやって思う、多分納得してる人多いと思いますよ。なるほどな。いや僕は思いました、バテてるからとかじゃなくて、はいはい、呼吸の仕方がそもそも低酸素とかで慣れてる人はふって口呼吸する方が僕はいいなって思ったんで、だから気づいてよかったです。気づいてなかったらもう終わってたっす、バテバテでしたね。よくその短期間でそう気づきました。ほんまに自分自身ちょっと感心した、よかったってほんまに思った、余裕があったら2ヶ月ぐらいはやりたいですよね。うーん、コーチトレーニングとかで本当に今回あのアシックスね、豊洲の、はい、アシックスのトレーニングセンターでコーチトレーニングを約1ヶ月かな、週に2回3回ぐらい行ってたんですけど、それなかったらパニックになってたと思う、そのこんな苦しいやみたいな、だからやってたからこそちょっとした自信はあったんですよ。あれだけやったから、まあ、多少いけるでしょっていう、はい、これやってなかったらこの自信ないんでパニックになってるんですよ。うわどうしようどうしよう、やばいやばいやばいみたいな。やっぱり準備大事です。だから何事もね、その試合に勝つための準備っていうのはね、うん、大事ですよね。そのテントって何だったの？テントもありましたね。見てなかったから、どんな感じなんだろう？あれも低酸素炉を作るテントですよね。寝るときにやってました。あっつい。ようやったわ、あれ。そう、あれもやってたっすね。でも、思うのは、あれやってたから完璧にあっち行っても何も影響なかったわけではないです。やっぱ現地で、そもそも空気薄い中で例えば屋内とかに入ったらもっと酸素薄くなるわけじゃないですか。わかるっすか言ってること、はいはい、低酸素の中でも密室になるともっと酸素薄くなるんで、うん、いやもう普通にしんどかったですよ。だからね、敵地で勝つ、あ、高地で勝ち切るっていうのっていかに難しいことかっていうのが分かったんで、まあ、この動画見てそのコーチでもし試合することになった選手がいたら参考にしてほしいですね。まあ今回多分ちょっと短いですけど、はい、まあコメント欄であのそういうことかって思った人とか、あの時の試合のあの選手そういうことかっていうコメントで教えてほしいですね。ほんまに肩で呼吸して口呼吸してるのはバテてるっていうよりもそれがスタンダードです。なるほど。っていうことが気づけたっていう話でした。はい、今日はこの辺で終わりたいと思います。バイバイ。